ワン、ハイユジュエン、アイムクリスタルフロムハナレレ。皆さん、ご機嫌いかがですか？クリスタルです。今宵はね、今ね、全般的に2月なんでね、なんか、光の見えないトンネルの中に一人でいる、そしてこの道で合っているのだろうかといった感じでね、不安に、陥っている方多いのではないでしょうか。 Please don't worry, not only you. あなた一人じゃありません、みんなね、ほぼね、そのような状況に、心境って言ったらいいんでしょうか、いる方がたくさんいらっしゃいます、理由は何個かあってですね、その中の一つは今ね、そういう時期になります。それは今風の時代だからとか変化変容の時期だからっていうのもあるんだけど、基本的に、1年をね12ヶ月っていう風に見た場合、この2月っていうのはいつもそうです。3月ね20日がお羊座、12星座でトップバッターですよね。それを、スタートする前の12星座の今最後の魚座の月に入ってます。毎日ね、毎朝ラジオでお伝えしているように、魚座最後の、12星座最後の、ラスト、私たちは何をね求められているか、どういうエネルギーで宇宙からサポートされているかというと、次のサイクル、1番バッターのお羊座さん、3月20日でスタートするために、浄化、手放し、そうですね、用意といった、時期に入ってるんですね。っていうのはもちろん、自分の内側ですよね、いらないものの解放だからね、ざわざわ騒がしく、どんちゃん騒ぎすることもあるだろうし、内側だけでね、それか目の前に、現象として現れてきて、それを簡単に、手放させるためにそういうことが起きていたり、まあ人それぞれです、人に対して。あとですね、お部屋で言ったら、マリネピザみたいな、チャートありますよね。それの最後のお部屋なんで、要は隠れたお部屋って言われている、まあどちらかといえば洞窟の中とか暗闇の中とか、要は、そうですね、日の出前の、明かりが出る前のちょっと暗い感じの時って言ったらいいかな、何はともあれ隠れたお部屋、あえて隠れている私たちもそれぞれがっていうね、ハイヤーセルフ的にそうさせられているんですね。はい、そこにはまた違った意味もあって、奥深く、掘り下げていくと、だからこそ何か周りにも人とつながってない感があったり、お掃除の時期で何にもその目の前には具現化が現れないから、ずっとまあメディテーションしてるような感じですよね。なんで不安に陥るんですけど、だからこそ、覚醒の時期なんですね。でさっき最初に、言ったトンネルの中で光も見えないような、いい加減ちょっとなんか光でも見えてほしいなっていうような気持ちになっていると思うんですけど、そこで、じゃあね、この物質社会的に本当にこの私たちの目でね、健康な目を持たれている方はこの目でね光が見えなくても、じゃあどこを使おうとするかっていうと、第三の目が開いていく覚醒の時期になるということなんですね。なんでね、もしもね不安にちょっとね、ああもうなんか不安だなとか、なんかしっくりこないなとか、私だけなのかなと思っててもね、そっちの気持ちだけにね引っ張られるんじゃなくて、その反対にある大きなね、なんだろう、プロフィット、すごくね私たちが、もらうギフトの部分もね、ぜひね、感じてね、前に進んでいきましょう。何はともあれこの2月は本当に浄化浄化、お掃除整理整頓です。ちょっとリピしちゃうんだけど、気持ちの中で現れたり、人間関係とかで現れたり、何はともあれ物質的にも精神的にもいらないものを全て手放す、軽くなるといった感じです。なのでね、もちろん皆さんね、風の時代に向かってやりたいことを、なりたい自分っていうのは掲げて
行くべきだし、でももしもそこに今行動できてなくても普通に考えて、じゃあ今度はね、体にね、そのね、いろんな想念とか感情とか手放さなきゃいけないのをそのまま、いっぱいね、重しのようにあったとしますよね。それを手放すことを整理整頓断捨離でよって、その重たい重しが切れますよね。そうすると、それがね、海の中にいたとしたら、重たい重りがね、勝手に手放したり切れたり切ったりすることによって勝手に浮上しますよね。で、軽くなって何も余計な部分っていうかエネルギーがなくなることによって、勝手に自分が、ピンだけ立てとけばこうなりたい、ああなるんだっていうのを動けなくても、そこにやっとくだけで、それをちゃんとセッティングしとくだけで、体と、エネルギーが軽くなってそっちの方に上がっていけれるという感じですね。なんでね、要は浄化、整理整頓もしなきゃいけないし、私はなりたい自分に向かってこの行動もしなきゃいけない、もうはっちゃかめっちゃかで爆発しそう、しかも何も見えないから何なのよってなるのであれば、とにかくね、今は、一番大切なことは自分の内側、に、向き合ってね、自分逃げずにね、真正面から向き合って、これを解放していくんだ、この感情、この、トラウマ、このパターンを、まず解放していこう、そして今日解放できなくても解放していくんだと決意するだけで、宇宙はねサポートしてくれるので、一瞬ね、うわなんてことが起きるのと言っても、決めたあなたのためにそっちに動かされてる。要は、必要なのは本当にね、第三の目を、トンネルで言ったらね、第三の目を使って、物質的には見えない光を第三の目で見て体感して、そっちの方に、自分の信念を持ってね、ハイヤーセルフと共に歩いていくといった感じですね。もうあと少しですよ。今日はね、2月の28日ですよね。明日は2月のラストで、そうするとね、3月入ります。3月に入るとまた天体も動きます。半分が、魚座に、半分がっていうかね、4天体のうち半分、2個が、すぐね、お羊座に入ります。そうするとお掃除の部分と、もう動きたくなる、うずうずしたりとか、何かしら、目の前にその新しいね、シーンが見えてきてきたりとか、何かしら見えなくても体感でキャッチして感じる、動きが出てきますのでね、この2月が一番大変で、ちょっとね苦しい時だったりとかします。ふるいにみんな、揺さぶられたりしてます。もうほんとね、3月入るとまた少し前に進むんでね、何かしら感じが変わってきます。そして3月20日以降は、本当に2024年の、宇宙元旦をもって、スタートします。それがね、目の前に具現化して現れてね、きますのでね、もう少しね頑張りましょうねといった感じです。またね、明日の朝はいつものように毎朝ラジオ、星の流れをどのように、エネルギーを取り扱っていきたいかの取り扱い書と、ごめんなさい、今日はね、今日の運勢メッセージの3選択したんですけど、 YouTube とインスタにはライブそのまま上げれてるんですけど、このスタイフに関しては多分ね、最後の更新か何かを、最後のセッティングを押すのを忘れて、ちゃんと、リコードできてたんですけど、最後を忘れてちょっとね、お家の外に出てしまった時にもう iPad の充電が切れて、結局アップロードできてないまま終わっちゃってるんですけど、明日は、ちゃんとねしますので、いつも、楽しみにね聞いてくださっている方、少しずつですけどね、リスナーさんが増えてきてくれてます。ありがとうございます。はい、そんな感じでね、またね、明日ね、Have a good night. Bye.